今日福岡県で1460人、佐賀県で265人の陽性が新たに確認されました。福岡県の1日ごとの陽性者数を示すカレンダーです。今日は1460人で減少傾向が続いています。病床使用率は昨日時点で34.6％、重症病床の使用率は3.8％です。 60代以上の男女15人が亡くなっています一方、佐賀県の新たな陽性者は265人でした亡くなった方はいません